はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、文化の多様性と地球環境問題についてお送りします。で、前回はね、新しい戦争、そして平和についてやっていきましたが、今回は文化と環境問題です。で、穴埋めが全部で7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず文化の方からね、行きます。1972年、ユネスコ、これ前出てきましたね、ユネスコです。の総会で採択されたホニャララ条約。ね、なんとか条約がね、採択されました。で、それに基づいて、人類が共有すべき普遍的価値を有する建造物とか自然は同じ個体に登録される。ね。まず条約名覚えましょう。ね、絶対聞いたことあるから、このことは。条約名は、世界に遺産。だから世界遺産ですね。世界遺産条約って言います。それが採択された。で、それね、その条約に基づいて、今言った、人類が共有すべき普遍的価値を有する建造物とか自然。これ難しく言ってますけど、この先、ね、人類全体で取っておこう。大切にしていこうっていうものです。そういう建造物、建物とか自然もです。で、そういうのが同じ答え、世界遺産に登録される。で、今この動画の撮影は2014年の12月にしているんですけど、日本で最近で言うとこだったら富士山がね、世界遺産に登録されたり、あとは群馬県の富岡製糸場がね、登録されたりしました。で、もっとあります。日本もね。いいかな？で、まあ世界遺産の中には文化遺産と自然遺産っていうのがあります。で、それが文化遺産が建造物とか。で、自然遺産は自然ね、じゃあそっちになりますけど、まあ、まとめて世界遺産っていうので覚えておいてください。で、そういうのをね、取っておこう、大事にしていこうっていう動きもある。でも、やっぱりその一方でね、失われていく文化もあります。大切なものが破壊されたりとか、普通になくなってしまうものがあるので、ユネスコはね、あることを重んじ、大切にして、異なる文化間、違う文化の間でも協力し合っていくことが世界平和につながるよねっていうふうに掲げています。で、これ何を重んじるかっていうと、これがね、今回のタイトルにもある、文化の多様性です。これをユネスコは大切にしています。で、文化の多様性っていうのは、文化が多くの種類がある。それが普通だよねって。で、それが普通で違うことを認め合って協力し合っていこうよって。そういうのが大切だというふうにユネスコは言っています。これが文化。で、ここから環境問題いきます。で、現在ですね、環境破壊っていうのはすごく深刻な状況になってます。地球はね。で、中でも二酸化炭素などのホニャララの増加が原因とされるホニャララ化です。で、これまずかからこっちでいこう。二酸化炭素が原因で起こるのは、これ前もね、出てきてますけど、地球温暖化です。まあ、聞いたことあると思う。地球温暖化ね。で、その原因となるのが二酸化炭素などのホニャララ。で、これを温室効果ガスと言います。これが原因と言われてます。地球温暖化はね、温室効果ガス。それがまあ象徴的な問題。いろんな問題があるんだよ。酸性雨の問題とか砂漠化とかいっぱいあるんだけど、まあ一番今言われてるのはこの地球温暖化です。で、このようないろんな問題があるでしょ。その問題解決のために国際社会、つまり全体ね、地球全体で協力して、取り組んでいて、で、1992年、ある会議が開かれました。OK。で、ごめんなさい。今気づきましたけど、こう漢字間違えましたね。失礼しました。聞かれになってたね。ごめんね。開かれです。失礼しました。で、1992年に、ホニャララ会議が開かれました。で、この会議の名前、ちょっと長いんですけど、国連が開いてるの、まず国連です。で、環境のこと話し合ってるんで、環境です。国連環境と忘れした。環境を、そうだ、開発ですね。国連環境開発会議、これが開かれた。で、地球環境の保全、つまり環境を大切にとっておこうと。ね、いい状態とっておこうっていうことと、持続可能なホニャララの実現のための具体的な取り組みについて話し合われました。で、これね、国連環境開発会議、これ別の言い方もあって、こっちのは簡単なんだけど、これ両方覚えてください。これもう一個の言い方が、地球サミットって言います。できれば両方。ね、お願いします。で、その地球サミットで話し合われたのが、地球環境の保全と持続可能な、これね、持続可能なが来ると社会って言いたくなるんだよね。持続可能な社会って。なんだけど、ここでは、開発会議なんで、持続可能な開発、これを実現していこうっていう話し合いをされたんです。で、持続可能な開発って何かっていうと、これ例えばね、昔、まあ、今もそうですけど、木を伐採しすぎて砂漠化が進んでったりしてます今で。木ってお金になるんですよ。で、お金になるんで、もうあるんだったらどんどん取っていこうぜって。で、先のことを考えないで、どん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 取っていった。その結果が今の砂漠化につながっています。いい？だから、持続可能な開発っていうのはそういうことじゃなくて、もっと先、未来のこともちゃんと見据えて、先のことまで考えて、いろんなことを開発していこうって。例えば木を切るにしてもね、他の分野にしてもそうです。そういったことが持続可能な開発と言います。簡単に言うとね、先のことを見据えて開発をしていく。で、それが話し合われた。地球サミットでね。で、また、1997年です、今度。ちょっと年号違うから気をつけてね。これ、地球温暖化防止京都会議が開かれました。で、当然京都が入ってるんで、京都です。日本で開かれた会議です。地球温暖化防止京都会議です。ちょっと長いんですけど、覚えてください。できればね。今回問題にはしてないですけど。で、それが開かれて、ホニャララの排出削減。で、これね、3番とこだ。あれだ。温室効果ガス。同じ答えなんで書いちゃいましょう。で、温室効果ガス、これの排出削減、つまり温室効果ガス、それを出す量を減らしていこうって。それを先進工業国、先進工業国、これ日本も入ってます。つまり発展してる国ね、もうすでにに義務付けるホニャララ書っていうのが採択されました。その発展してる国は排出削減することを義務です、しなきゃいけないと。で、この書の名前が京都で開かれた会議なんで、京都の会議の議、京都の会議で定められた書、つまり京都議定書と言います。で、採択されたんだよ。何パーセントって義務付けられてね。けれど、トップだね、トップに入ってる国、アメリカ、これが離脱しました。京都議定書から。いや、うちはそれはやりません、みたいな感じでね。そういう風になってしまったり、他の問題も起こったので、今これよりももっと新たな枠組み作りが模索、つまり必要とされてるんです。他のを作んなきゃねって。いいかな？そういう状態にあります。いいかな？では、今回は社会の公民、文化の多様性と地球環境問題についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回の公民で、公民の授業終わりになります。で、最後は、より良い地球社会のためにということで、ね、一本取りますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。